アロイ、ほらこれやるよ。オセラムたちが置いてったようだな。悪いけど使わせてもらおう。武器か。ありがとう。先に進もう。ついてくぜ。こっちだ。もう少しで出口みたいだな。そりゃいい。いろんな場所を訪れた。他にもバックアップがあったのよ。千年前テッド・ファロという男が全て消したんだ。そいつもバーデンスの死んだ。いや、それ以下だ。機械が巡回してる。フォーカスでタグ付けすれば追跡できる。
バーレル、お前が聖なる地に戻らなくて、ソナは本当に平気なのか。団長としては、お前を追う俺の決意を理解してたな。母親としては、不満顔だったよ。いつものことだろ。ソナの笑顔は見たことがない。俺もだ。オセラも皆殺しにする機会だ。データセンターに行くのは無理そうだな。やり過ごせそうもないし、戦うのも得策じゃない。村を探してカリウドの手を借りるか。何週間もかかる。そんな暇はない。あのシャトルを落とせば何とかなるかも。落とす？どうやって？何とかする。待っててくれ。アロイ任せろ。とにかくシャトルを目指して窪地に落とす方法を考え。槍で切り抜けて矢弾を残しておこう。
し、あのはしごを使ってみよう。3体の巨大な機械が3をそこら中に撒き散らしているのか。近くに操作用の端末があるはず。留め具を取り外せばシャトルはくぼ地に真っ逆さま。ったく、また機械のお出ましか。端末が近くにあるはずだ。よし、下にいる機械どもを潰してやろう。登ってどうにかケーブルを外さないと。さて、どうやって上に上がろう。
試しにフォーカスでスキャンしてみるか。あの支柱を引っ張ればエレベーターを落とせるかも。
ず抜け出した。さっさとこいつを倒さないと。まあ、それか凍結させるか。効果を使って他の手を探すのもいいな。データセンターはこの先だ。バールには他の道から来てもらおう。起動してシステムを直して腐食も癒し、エリザベトの夢を取り戻せる。まだあるといいけど。かなり近くに来てるはず。6.9 起動します。こんにちは。いや、エリザベト、トラビステイト。おいおい、これどういうこった？ファーゼニス様々がガイアと副次機能のコピーを盗もうとしてるってか。悪い子ちゃんだな。俺に任せときな、リズ。この冒涜者、悪魔の使い目、この全能なる俺様が貴様らに大いなる罰を与えてやろう。
こいつはガイアのコピーじゃねえよ、バーカ。究極のロジックボムってやつさ。せいぜいデータ復旧頑張りな。いいか、このテイト様を出し抜けると思ったら大間違いってやつだよ。アロイ、女神様。女神なんていない。さっきも言っただろ。しかもこれはガイアですらなかった、偽物だったんだ。たまにひどいこと言うよな。まあでも鉄塔から飛び降りてくぼ地ごと吹っ飛ばす様は爽快だったよ。危ないことはきっとこれからも起きるはず。手がかりは消えた。それでも私は進み続けないと。どんな危険が待っていても立ち止まっている暇はないんだ。だから誰も連れはいない方がいい。傷ついてほしくないから私がやらないと。一人で。そうだ、お前協力者がいるってメリディアンで言ってたよな。サイレンス、イニシエの世界について分かったこととかみんなが理解できないことを前はしょっちゅう話してたって。それとハデスを倒す時に使った槍もそいつがくれたんだろ。いいかバール、あいつとはハデスと戦って以来連絡を取れていない。そうか、でもメリディアンにいるマーラとなら人探しが得意だし何かわかるかも。マール、でもほら、物は試しだ。それに懐かしい連中とも会いたいだろ。まあ行ってみるか。長い旅になるぞ。いや待て、いい考えがある。されて当然、皆を救った。まだだ。天将アバードの名においてその勇者に盛大な歓迎を。道を開ける。マーラとアーロイから大事な話がある。アーロイから？それは奇遇。私もあなたにお話があり、砦や聖なる地へ狩人を四度も送りました。導きの塔に異変が。さあさあ、こちらへ。ご注意を。せっかくお救いいただいたのに後始末がまだで。異変は暗い中で起こったので、なんとか民を解き伏せられたものの、あと一歩で大騒ぎでしたよ。ある晩、塔がほんのわずかの時間真っ赤に光ったのです。
まるで光の錯覚のようでしたが、下にいたものはあれは光の反射ではなかったと。その光は塔の下から発せられたそうです。あそこから手は触れておりません。何が起こった？わからない。塔は本来テラフォーミングシステム用の信号を送信する装置。ハデスは塔でイニシエの機械を目覚めさせようとした。接続は切ったはずなのに。ここで待っていよう。吉報を頼むぞ。嫌な予感がする。見たところ何も変わってないの。どうせ抜けないだろう。上から何かが送信された。なんとかそこまで登らないと。後ろにある足場に飛び移れるかも。どうやって塔に渡るか。これで上に上がれるはず。私のために槍をくれたと思っていたのに。私を騙して塔から何かを送信していた。どうしてあいつはハデスを生かした。データの送信先が分かれば追跡できる。まずはてっぺんの送信ポイントにたどり着かなきゃ。こっちからは登れなさそうだな。登ってみるか。エレベーターだ。動くのか。アクセスリフト起動。塔の形が変わった。カージェが大騒ぎしそうだな。
く計画に気づいたのか。正直お前がのんびりしてることに驚いたくらいだ。ハデスを盗むために槍を使ったな。なぜそんな軽はずみなことを。軽はずみ？それは貴重な知識もろともハデスを消し去ろうとしたお前の方だ。ハデスを目覚めさせた謎の信号、それにガイアのバックアップのありかも知りたかったのではないか。知ってたのならなぜ隠していた。この半年私にはやるべきことがあったのだよ。お前と違い収穫もあった。今は私の策略に対する怒りをさっさと鎮め、私のいる禁じられし西部へと旅立ち、私の収穫をその目で見るといい。ああすぐに見つけてやるさ。よろしい。まあ座標があれば増さないだろう。お前ですらな。バールとマーラットに知らせた方がいいな。どうやって。塔の姿が変わっちまったぞ。戦の時と同じだ。風が強い日で幸いでした。目撃者も少なくて済みます。何があったのです。ハデスの脅威は終わってなかった。西に危険が迫っている。すぐ行かないと。ですがお勧めはできません。西部は禁じられし土地。あそこを支配するのは残忍なならず者。テナークス族は決して侵入者を許しません。ただ天将アバード様が和平協定を結ぼうとしています。確か 2,3 日中に国境近くで会談が開かれます。王の庇護のもとテナークスとの会談に立ち会えば、ナブリ殺しの目に遭うことなく通行許可を得られるやもしれません。殺人部族か、楽しみだ。なあ天将様。アーロイ、息災であったか。そなたに心から礼を伝える暇間さえなかった。ねえ、槍をお見せしてよいですか兄上。リターメン、静かに。例の品を渡したくてな。宮殿で奉納の儀を行うのが常ではあるが、そなたは隠しきばったことが嫌いであろう。品をここに。アバード、その気持ちはありがたいが、ウーシとバナージャ。ほら、また逃げられる前に渡さなきゃね。おい、やめろ。つけてみろ。どうもありがとう。それは三王国の民からそなたに対しての感謝の印だ。ご友人との再会もございましょう。準備ができましたらお声掛けください。新しい槍にマスターオーバーライドを装着しよう。近くに作業台があるはずだ。